はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は難関校の算数、筑波大附属駒場中学校のね、図形の移動の3回目、勝負問題です。じゃあちょっとやってみます。もう一回見ますね。これね。半径5センチの円がある。図1のように円の内側に三角形 ABC があり、ABAC はともに長さ5センチ。3つの角の大きさは90度、75度、75度です。BC は円周上にあります。で、この三角形をあいうの順に動かしますと。ただ、カッコ3はですね、いとうはもう関係ありません。あだけをやるんです。 C を中心とし、 A が円周上に来るまで時計回りに回転する。一旦ここまで確認してね。で、3も読んじゃいましょうかね。いとうは使いません。三角形 ABC を図1の1から A だけ動かします。この時、三角形 ABC が通過する部分の面積はほにゃ平方センチメートルですと。ただし BC の長さは 2.6 センチとします。さあ、三角形 ABC が円の周上に BC がポチョンと乗ってる感じ、ね、で A に中心があって、半径5センチ5センチで、30度、75度、75度。で、BC は、後で出てきますが、2.6センチメートルだと。で、そしてこの状態から、あの作業だけをする。もうちょっと糸は消しておきましょう。C を中心とし、A が円周上に来るまで時計回りに回転する。さあ、C を中心として、ABC が、時計回りにこういうふうに書いてある。 A はこの円周上のところまで来ますね。で、5センチです。で、AB もね、こうやって回転する。だから B はここまで来ますけど、こうやって回転しますね。だから少し飛び出るんですよ。こうなって。で、この ABC が動いた後の面積、どうやって考えるかっていうと、ここは、ここか。ここが5センチですね。半径ですから。5、5、5って正三角形です、これ。60度です。全部60度。だから、一つは、で、扇形ですね。一つは、半径が6センチで、中心角が60度の扇形。で、もう一つは、この直角二等辺三角形。さあ、そして今度ここね。ここをどうするか。こうなった時に、ここがこういうふうに60度回転してるわけです。こうね。で、60度です、ここ。と、ここでぶつかるんだけど、ここピッと引くとね、30度、75度、75度。で、ここの部分が 2.6 センチで、ここも、回転移動ですから、2.6になるよね。半径だよね。ってことは、これ相似なんですよ。だからこれも75度、75度、30というね、この三角形は30、75、75という二等辺三角形なんです。そうすると、ね、これ出るんですよね。とりあえず、これね、これ2.6でしょ。で、ここに垂直な線を下ろすと60度ですから、30、60、90で2.6の、ここ2対1対、2対1の、比になりますから、ここ1.3です。そうするとね、この扇形からこの三角形を引けば、ここが出るってことなんです。
じゃあちょっとね、離式だけしてみましょう。まずここから。ね、5かける、5かける、3.14 かける6分の1。ここです。まずね。ここやりましたよ。その次、ここです。これは、5で、こうにピッと線を引くと、これはカッコ2を利用するんですね。もうカッコ2でやってありますけど、5でしょ。たら、ここ30度、60度、90度の直角三角形ができますから、2対1。こう 2.5 ってことになります。底辺が5で高さが 2.5。足すことの 5×2.5×1/2。さあ、で、今度ここの部分ね。ここをすぐに出すんじゃなくて、ここから、ここを引くって形と扇形の方は半径が 2.6 センチで中心角が30度の扇形、ね、2.6×2.6×3.14×360/30 これ30です。ここね、で引くことのここからの直角三角形じゃなくて、この二等辺三角形2.6×1.3 割る。で、これで式は完成です。ね、で、こっからね、5×5×3.14×6/1 じゃなくて、まずこっちやっちゃいます。5×2.5×2/1。ね、これ12.5×2/1ですから、6.25。引くことのここやっちゃいます。2.6×1.3 割る2。ね、これ 2.6÷2 が 1.3 ですから、 1.3×1.3 で 1.69 ですね。で、そして今度ここやりましょう。 5×5×3.14×6/1。 とりあえずこれ6/25×3.14 としておきます。で、足すことの 2.6×2.6×3.14×360/30。10/26×10/26×12/1としとくと、12と26で6と13。6と26で13と3。だから300/13×13。169×3.14。で、その次、ここを計算しちゃうとね。1.69 引いとくと、5引く9が6、1引く6が5、4.56。足すことの、さあここ分配法則でまとめておきましょう。6/25、足す300/169かける3.14。さあこれ6/300にします。で、50ですから 25×50 1250、ね、で、そして今度足します。 4.56 足す300/169131419×3.14。これね、300と1419約分できるんですよ。5と6とね、これ100にしときます。100/1419より3で割ると3412217473。ちょっとまあ 見にくくなります。473×100/3.14で、ここ100です。100/473×3.100/314。そうすると 470×314、473314、これ今日ね、ちょっとね、割愛します。計算するの148522148522、ね、で1万分の
8522ですから、148,522を1万で割ると1234ですね。だから 4.56 足す 14.8522 がこれ最終です。さあ 4.56 足しましょう。2214、19.4122、これで合ってるかな。合ってた合ってた。19.4122ね。僕はここ忘れましたね。言われるとね、かん、あの絶対こう飛び出してんだよねこれね。あの円っていうのはね、90度に向かいますから、最初垂直に立ち上がる、最終的にこうやって曲がっちゃうけどね、ここの部分は90度なんですよ。だから絶対にな、ここが75度だったらこう飛び出てんだよね。ね、焦っちゃうと忘れちゃいますね。これが、かっこさんです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。